はい、こんにちは、こんばんは、タカです。早速見ていきたいと思います。まずはこちら、ドル円の4時間足に週足を重ねています。今週はもうちょっと動かないだろうなという予想は立てていたんですけども、本当に動かないですね。一応は、この辺りに対する戻りを待ってるんですけども、形はしっかり整ったらロングもあるかなとは思ってたんですけども、この動きだとなかなか厳しいですね。ここも切り板になりますので、まあここをもしかしたら持ち合いながら、時間調整をしていくのかもしれないですね。戻る力もないようなそんな感じの相場にも見えます。どちらにしてももう少し時間は必要なのかなと思っています。はい、こちらドル円の1時間足に日足を重ねています。一応この下から上までは50ピップスぐらいはあるんですよね。だから全くボラがないというわけではないんですけども、値幅があるからチャンスがあるのかというとそういうわけではないんですよね。僕の場合は、しっかり目的が見えた動きが見えれば、全然それでいいんですけども、これの場合はどちらかというとこの辺をランダムに動いているような形に見えますんで、ランダム性が強いとどうしてもボラがあっても手は出しづらいという相場になってしまいます。一応気になる点としては、こういう中期の移動平均線ですよね、時間の待ち合わせによく使うんですけども、そういった線が実態に追いついてきてますので、1時間足での時間調整は十分という形になりますので、4時間足はしっかりまだトレンドが出てますんでね、そこから下に走る可能性というのはもちろんあると思います。個人的には下に行くには少しパワーが足りないかなというふうにも見えなくはないんですけども、そこはもう相場についていくしかないんでね、下を試すような動きが出てくるのであれば乗っていこうかなと思いますけども、先ほど FOMC が終わったとこなんですけども、全然これも動かなかったですね。というわけで、なかなか今週はもう厳しいのかなというのが、印象ですね。メインシナリオとしてはやっぱりこの辺を一度上を試した後に天井圏を作って、そこからしっかり下を狙ってくるんじゃないかなと、そういったイメージで相場の方を見ています。はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。昨日今日と、下と上にレンジを作って、その間を行ったり来たりしてるだけのように見えますね。ここを注目レートとして、マグネット効果が発生しているようにも見えます。このマグネット効果の動画はね、昨日動画を出しますという話してたんですけども、なかなか、作るのに苦戦してしまいまして、アップすることができませんでした。今日のお昼には出せると思いますので、また、興味があればご覧になってください。というわけで、なかなかこの動きだと手は出しづらいですね。この動きが大きくなると今度はこういったレンジを作る可能性もありますので、ちょっとどうなるかわからないですね。推移を見守りたいところではあります。上に抜けてくれるとね、上で一度天井圏を作るという自分のシナリオにはまりますんで、わかりやすいんですけども、ここで持ち合っている間はちょっとわからないですね。時間が必要だと思います。はい、変わりましてこちらユーロドルの4時間足に週足を重ねています。こちらは逆にトレンドはしっかり出てるんですよね。出てるんですけども、こちらも手が出しづらい相場となっています。理由はこのレンジ圏ですね。このレンジ圏の一番下限に位置しているということで、トレンドが出てる方向にポジションをとても持ちづらい位置にいるということになりますね。過去にもこういったところで下に抜けそうになっても反発している場所でもありますんで、今回もこういったところ FOMC でね、こういうヒゲも出してますけども、なかなかここを抜け切るような動きにはなっていかないのではないかなというふうにして見ています。ですんでね、この週足のこのローソク足ですね、このローソク足は大きい足にはならないんじゃないかなと思って見てましたので、今週はなかなか手が出しづらい相場になるんじゃないかと、そういう予想をしてたんですけども、今のところはその予想が当たってる形になっていますかね。この後はこの底根圏で一旦レンジを組んで、そこからさらに下に行くとか、一度戻すとか、そういった値動きを待つような形になってくるのかなと思っています。まだ時間を示す移動平均線も上に乖離してますんで、こういった線が、実態に追いついてくるまではある程度時間調整というものが必要なのかなと、そういった認識でいています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。ここはかなり意識したプライスになっていますね。日足で何回試しても、最終的には下ヒゲをつけて戻ってきています。ここを抜けたと見て、ショートをして踏まされてしまっている人は気をつけた方がいいかなとは思いますね。少し短い時間足で、見すぎかなという感じはしますので、なるべくね、木を見ずに森を見るような形で、相場の方を見ていけば、こういったところのショートに引っかかることはないかなと思っています。この戻りのロング自体は狙ってもいいかなと思うんですけども、これ自体ボラがあんまりないですからね、積極的に狙うような形でもないかなと思って、僕はここの動きもスルーしています。ドル円ユーロドルともに、今週はほとんどエントリーしてないですね。はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。
この大きな動きは FOMC で動いた動きなので、狙って乗れるような動きではないですね。重要なプライスがこの辺にありますのでね、しっかり下行ったところで拾うという形は機動力のある人はねできたかもしれません。こういったところでねクライムしっかりできてるんで、上抜けたところをロングしていくというのも悪くはないのかもわからないですけども、ちょっと僕の中でこの値幅っていうのはやっぱりちっちゃいので、手が出しづらいという形になっています。はい、こちらポンドドルの4時間足に週足を重ねたチャートになっています。このプライスかなり意識されてると思うんですけども、ここにだいぶ近づいてきましたね。もう一つ、この切り上げ線も引いてるんですけども、そこそこ機能してるようには見えますよね。ここまで機能してると僕はあまり普段、斜め線っていうのは嫌いなので見ないんですけども、これだけ機能してると、どうしても引かざるを得ないですよね。こういったところを見ていって、抜けたところはショートを考えていきたいなと思って今日も見ていました。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。この戻りのレンジ圏ですね、ここを下抜ければ一度打ってみようかなと思っていました。今日何度かここ1回2回と試してるんですけどもね、ここも少し小さい足、5分足で見ていきたいと思います。はい、5分足に1時間足を重ねています。意識してたレンジがこの辺になりますね。ここを下抜けたらショートを狙おうと思っていたんですけども、この抜けたタイミングが高値から下に落ちていったんですよね。なかなかこれだとロスカットはここになりますので、結構距離があったということで慎重になっているうちにエントリーを逃してしまいました。というわけでプルバックを待ったんですけども、このプルバックがここまで戻ってきたので、このままね、上に抜けることも警戒してここはエントリーできませんでした。値動き自体もねしっかりした値動きじゃなかったので、レンジの中で持ち合いになるのかなという印象で、手を出さなかったんですけども、この後の持ち合いがここよりも若干下がったところですね。ここで持ち合うようになったので、この下抜けはしっかりショートを狙うと思っていました。そこで抜けたタイミングがここですね。その直前に上に一度伸びているので、ロスカットの位置はここを抜けたここの場所ということで、いい場所でエントリーできたので、ここでショートを入れています。ただしこのショートなかなか伸びなかったんですよね。一瞬だけ走ってくれたんですけども、すぐにこういった形で切り返してきました。こういった動きが出ると、ここの安値、そしてこの安値の切り上げという形で目線が少し上がってしまうので、かなり警戒してたんですけども、この持ち合いですね、ここの持ち合いを上抜けたここでロスカットという形になってしまいました。まあ、この動き自体はしょうがないですね。動く日じゃなかったので、まあ、ロスカット自体はもう受け入れています。で、僕自身ね、勝率自体はそんなに高くないんですよね。うまくいっても6割7割いく月なんてほとんどないですね。こういったちょこちょこした負けを、多く繰り返す傾向にあります。そんな中で一発ドカンと取れれば、それで全てを清算できて、利益が残るといった形でトレードの方をしていますので、大きく動くのをひたすら待つような感じになっています。というわけでポンドに関してはね、こことここ、こういった形で安値の切り上げですねが見えてますので、一旦は上を目指す流れになるのかもわからないですけども、大きな足で、下を狙える形になっていますので、またどこかで売るチャンスがあるかなとは思っています。特にドル円やユーロドルもなかなか狙いづらい形になっていますので、今はポンドを中心に見ていこうかなと思ってるんですけども、今日は、ポンドの政策金利の発表があります。かなりこれは注目されているところだと思います。さらに、月末になると EU の離脱、材料にはこと書かないという形になってますので、ポンドは、エントリーするにしても逆差しにはしっかり入れといた方がいいですね。突然何があるかわからないので、注意して、トレードの方はしていかないといけないとは思っています。それでは今日も頑張っていきましょう。